南米選抜と欧州選抜、はっきり明暗が分かれる。左がコパアメリカ南米選抜、右がユーロ欧州選抜。ここまで力の差が明白とはな。コパアメリカ代表にはスターが一人もいない、メッシがいないだけでこうなってしまうのか。ゴールキーパー以外の全てのポジションにおいてヨーロッパのチームが上だ。俺の感想世界を見ても左サイドバックにはクソしかいない。まあ、すごい試合になるだろうね。しかし、ムバッペとベリンガムを擁するヨーロッパが勝利する。マドリードからは4人、もしかしたら6人くらいいるかもしれない。ユーロ各ポジション世界1位、コパアメリカ各ポジション世界2位、こんな感じだ。ライタロ、センターフォワードはヌニェスだろう。モリーナに変えてムニョス。キマラニスではなくカイセド、センターバックにはロメロ、モリーナではなくエスプピニャン。俺には最高の10番、神が欠けているように思える、リオネル・アンドレ・メッシ。唯一変えるとしたら、フリアン・アルバレスをラウタロと交換するだけだね。ルイス・ディアスを左にして右にドウグラス・ルイスだな。サカはベルナルド・シルバの小指の汚れにも及ばない。はっはっは、なぜケインなんだよ、ハーランドを選ばないとはなんてバカだ。ハーランドはユーロに出ない、バカはお前だ。ビニシウスとアーノルドだと20失点はしてしまうのでカイル・ウォーカーを配置しましょう。ムバッペがモリーナに80点取るので問題ない。テオ・エルナンデスだけ実力が達していない。ハリケーンがいる方が負けます。